皆さんこんにちは読売新聞の調査研究本部略して長研の主任研究員が国内外の最新ニュースを深掘りして解説する読売長研レディオ今日は石井俊夫さんにお話を伺いますテーマは日本に進出する半導体業界の巨人 tsmc 石井さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします さて石井さん今日は台湾の半導体企業のお話ということですねはい。えー、最近経済安全保障という言葉をよく耳にするかと思います、はい、世界的に半導体の需給が逼迫し自動車や家電メーカーなど企業の生産活動への影響が続いています産業の米と言われる半導体はスマートフォンなどデジタル社会に不可欠なもので技術革新イノベーションを左右する 高性能な半導体は産業の頭脳の役割を担うようになっています現在アメリカヨーロッパ中国などは半導体を経済安全保障上重要な国家戦略物資と位置づけて多額の資金を半導体産業に投じようとしています、はい、そうした中半導体の世界トップ企業である台湾の TSMC 台湾石体電炉製造がです、ね、この秋熊本県に半導体工場を建設することを発表しました、はい、初期の投資額はおよそ8000億円2024年末までに生産を開始する予定です、はい、その TSMC とはどんな会社なのでしょうか、はいえー、企業の価値を示すと言われています株式時価総額は半導体企業世界トップで トヨタ自動車のほぼ倍になるという巨大企業です半導体の世界では設計と生産の分業が進んでいます TSMC は設計はせずに他の企業から受託した半導体の生産を専門に行うメーカーです例えばアメリカのアップルは iPhone で使う半導体の生産を TSMC の台湾の工場に委託しています この TSMC はアップルやアマゾンなどアメリカのシリコンバレーの企業からの生産を引き受けるファウンドリーと呼ばれるビジネスモデルを確立し世界最先端の製造技術を持つトップ企業にまで成長しました電子機器の演算の種類を行うものをロジック半導体と言いますがその受託生産で台湾の企業が世界に占めるシェアは およそ6割サムスン電子に代表される韓国がおよそ2割残りは中国とアメリカですこの TSMC1 社だけで世界のおよそ5割を占めており TSMC の巨大さ大きさというのがわかるかと思います高い性能を持つロジック半導体は 5G 高速大容量通信規格 AI 人工知能 車の自動運転など将来の技術革新イノベーションを左右する戦略物質なのですはい非常に高い技術を持つということなんですねはい半導体は回路の線幅が細いほど高い能力を発揮します、えー、ナノメートルの単位で表しますが1ナノメートルは10億分の1メートルとなりますがこの TSMC は線幅を細くする微細加工技術 現在アメリカの半導体企業の巨人インテルを抜いてトップを走っています、うん、スマホには17メートル未満のロジック半導体が使われますがそのうちおよそ9割が台湾で生産されています最先端の5ナノメートルの半導体を安定的に量産しているのはこの TSMC だけです来年2022年 TSMC はさらに進んだ 三ナノメートルの半導体を量産する見通しといいますえ、まさに TSMC の独り勝ちの状態ですはい確かにすごい企業ですねはい、えー、本社は台湾の北西部新築サイエンスパークにありますえー、ここは昔からノートパソコンなど IT 産業が集積し台湾のシリコンバレーとも呼ばれてきた一帯です、はい、えー、優れた技術と優秀な人材が集まっています 半導体は台湾の経済を支える主力産業であり、えー、2021年の GDP= 域内総生産の見通しは5.88%と半導体の輸出が引っ張る形で高い経済成長を続けています、うん、ただところがこの TSMC の独り勝ちの状態が日本でも注目されている台湾有事の懸念を生み出しているのですどういうことでしょうかはい、えー、TSMC の一極集中が進んだことで世界の半導体のサプライチェーン供給網の急所になると指摘されているのです、うん、中国と台湾アメリカの軍事的な緊張が高まる中半導体産業が台湾に集まっていることが世界の経済の大きなリスクになるというものです、はい、ヨーロッパはこの一年台湾有事に関心を寄せてきた背景の一つに tsmc の存在があります 国際政治に大きく影響しているということなんですねはい TSMC の半導体はアメリカの最新エステルス転倒機にも使われているとされますえバイデン政権は経済安全保障の観点からアメリカ本土での半導体の生産を重視する戦略を打ち出しました中国の習近平政権もアメリカとの対立が長期化すると見て アメリカや台湾に依存しないで済むよう半導体産業のレベルアップに本腰を入れていますなるほど最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしています TSMC がある台湾はアメリカと中国のハイテク派遣競争の主戦場と言われておりそれを象徴する出来事もありました、はい、中国を代表する通信機器大手ファーウェイをめぐる問題です、はい、ファーウェイはスマホで使う半導体の大部分を TSMC に頼っていましたところがアメリカは安全保障上の脅威とみなすファーウェイへの販売に規制をかけ TSMC はファーウェイへの販売ができなくなくりました、はい、TSMC は有力な販売先を失い一方のファーウェイの方は主力商品のスマホの生産に影響が出て業績を大きく悪化させました、はい、アメリカでは軍事技術にも使われる半導体を台湾で生産するリスクへの危機感が高くアメリカ本土での生産を求めていました。はい、TSMC はアメリカの誘致に応じ アリゾナ州に5ナノメートルの先端半導体工場の建設を決めました。中国とハイテク派遣争いをするアメリカによる TSMC の囲い込みとも言えます。はい、当初、TSMC はアメリカでの生産は人件費などコストがかさむことから中躇していましたが、売上の6割以上を占めるアメリカは。 ライバルのインテルやサムスン電子との販売を競う大きなマーケットということもありアメリカの要請に応じたとみられています、うん、もちろん TSMC は半導体マーケットが急速に拡大している中国でのビジネスも重視しています中国の南京に工場を設立し12ナノ16ナノの製品を作っていますファーウェイとの取引がなくなる前は売上げのおよそ2割 を中国で稼ぐまでになっていました、はい、アメリカと中国の板挟みになった観光ですがアメリカの工場建設を決めた背景には TSMC の歴史も関係していると思いますはい、どういうことでしょうか、はい、TSMC の創業者は今年90歳になる超中房氏モーリス・チャンさんです彼は中国出身ですがアメリカの大学で学びアメリカの半導体業界で経験を積んで テキサスインスツルメンツ社の副所長まで務めました。そのチャン氏を八十五年に台湾当局が迎え入れ、チャン氏を八十七年に設立したのが TSMC です。チャン氏はアメリカとの取引を通じて販売先の注文に応じて生産するファウンドリービジネスを成功させ、二千十年代にインテル、サムスンと並ぶ世界半導体ビッグスリーと呼ばれるまでに成長させた。 カリスマ経営者です、うん、一代で世界企業を作ったんですねはい、えー、2018年に CEO を退任しましたが今も台湾の政財界で大きな影響力を持っています、はいえー、今年11月にはアジア太平洋経済協力会議 APEC 首脳会議に台湾の蔡英文総統の代理としてリモート出演し台湾の TPP 環太平洋経済連携協定加盟の必要性を 各国の首脳に訴えました、はい、蔡英文政権は中国との統一に反対しアメリカとの防衛協力を強めようとしています中国からの軍事的政治的な圧力を受けている台湾で、はい、TSMC は五穀神山国を守る神の山と呼ばれています、はい、TSMC は半導体を重視するアメリカやヨーロッパの台湾への関心を引きつけ 主要国と外交関係がない台湾の経済安全保障上の価値を高めています、うん、国を守る神の山という呼び方には TSMC がコロナ危機にある台湾の経済を支え国際的に孤立する台湾の安全を守っているという意味が込められています、うん、はい、そんな TSMC 日本進出を決めた理由は何でしょうはい えー、TSMC の海外工場は中国とアメリカに次いで3か国目です、はいえー、実は TSMC の世界全体の売上高に占める日本の割合はおよそ5%に過ぎずマーケットとしての重要性はさほど高くはありません人材と技術関連産業が集まった台湾で生産する方が効率的で海外での生産はコストが高くつきます、はいえー、それでも日本進出を発表したのは 経済安全保障を重視する日本政府の強い誘致があったからです、うん、またかつて半導体王国だった日本には半導体の素材や製造装置のトップメーカーがあることも関係しているでしょうすでに TSMC は半導体素材の研究開発拠点を茨城県内に作り日本側と共同研究を始めています、うん 日本はなぜ熱心に誘致したんですかはい、えー。日本は半導体の六割以上を中国など海外からの輸入に依存しています産業全体の競争力を将来にわたって保つためには半導体を安定的に確保することが、えー、喫緊の課題だからです、はいえー、食料や石油などのエネルギーと同じように新たな経済安全保障の対象となったといえます、はい 日本の半導体メーカーは1980年代の後半世界市場でおよそ5割のシェアを誇っていましたが韓国や台湾勢に押されて2019年にはおよそ1割にまで下がっています、うん、今も国内は多くの工場がありますが古い世代の4 0ナノメートル程度までしか生産できません、はい、世界的な半導体不足はしばらく続くとみられています アメリカやヨーロッパ、中国は半導体産業に巨額の資金を投じる方針です開発レースに大きく遅れを取った日本には巨額の設備投資を必要とする先端半導体を開発・生産する力はもはやありません日本は2000年代、総合電気メーカーの半導体事業の統合による日の丸半導体の復権を目指したことがありますが、うまくいきませんでした 外資を誘致するという現実的な政策に変更したわけです、はい、政府は今月半導体を安定的に確保するため工場の新設を支援する改正法案を閣議決定し臨時国会に提出しましたこの法律の適用第1号が TSMC の熊本工場になる見通しです 政府は21年度補正予算案で6,170億円を計上工場建設費の半額4,000億円規模が熊本工場への補助に回ると見込まれていますはい、TSMC への期待は大きいというわけですねはい、えー、熊本で生産する半導体は主に22から28ナノと先端製品ではありませんが 日本の企業で生産されている40ナノ程度のものよりは数段進んでおり、自動車や IT 機器など多くの用途での需要が見込まれています。はい、日本国内のメーカーへの安定的な供給のほか、人材の養成や技術の蓄積も期待されています。はい、日本には半導体の製造装置と素材で世界トップ級の企業があります。これらの企業が TSMC と連携し、 日本が得意な自動車産業などに向けた次世代半導体の開発を進める技術革新が必要でしょうただ中国との対立を抱える台湾の企業への過度な依存にはリスクもありますまた経済安全保障の概念は広く分かりにくい面があり巨額の補助金を海外の一つの企業に投じることには慎重な意見もあります 政府は国際的な戦略物質となった半導体の役割の重要性を丁寧に説明し日本の産業競争力の維持に向けた有効な政策の舵取りが求められていますはい、石井さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました読売長見レディオはこれからもその時々の旬なニュースを取り上げていく予定です次回もどうぞお楽しみに 最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました